エラオ類は甲殻類に含まれる小動物の一群である。種として魚類の外部寄生虫である。日本では腸が普通種で別名のウオジラミとしても知られる。エラオ類は特殊な構造をした甲殻類の群である。円盤のような扁平な体に独特の吸盤を持ち、魚類の体表に吸着してその体液を吸う外部寄生性である。しかし発達した。 遊泳客を持ち、遊泳能が高い。体型が独特で類縁関係がはっきりしていない。微小な動物で、多くは数ミリメートルから10ミリメートル前後だが、海蝶は30ミリメートルほどになる。全身はほぼ円盤型。その大部分は、頭部と第一、胸節が融合したものが大きく広がった廃校がある。これを縦校とも呼ぶ。付属詞などはすべてこの廃校腹部にある。 背面中央から後方には狭い幅で胸部から腹部の大切が見分けられる。裏面から見ると中ほどより前の左右に大きな吸盤があり、中ほどより後方中央には細長い道があってエラ足が並んでいる。頭部の背面では小中線上にノープリウスンが,があり、それより前方に一体の腹眼が,がある。 覆面では先端近くにごく短い第一、第二触角が互いに接近してついている。いずれもその基部が針状になっており、これで魚の体表にしがみつく。中ほどの両側には円形の大きな吸盤がある。これは第一小額が変化したものである。なお、ドーリップスは吸盤ではなく針を持つ。口は吸盤の間にあり、指針と風を備える。 糞は、上唇と下唇の変形とみられる。吸盤の後方には、第二小額があり、これはやや不脚状。これに続く胴体は円筒型で、四節に、それぞれ一体の付属子を備える。付属子はいずれも幽影に用いられ、短い基部の上に、無地状の二枝を持ち、前の二体ではその枝の基部からさらに無地状の枝を出す。 オスではこれらの基部に交尾用の補助機関が発達する。第二小額の大切とこれらの付属詞の出る大節が胸部である。胸部に続く腹部はごく短く、後端が二つに割れて全体に扁平な微節となる。後端の切れ目に肛門が開くほか、対価的ながら付属詞もある。なお、私有遺体である。オスはメスより小さく、胸部がより大きい。消化管は、 胃が左右に分子し、その先端はさらに細かく分かれる。清掃及び卵巣や貯生脳は胸部にあり、生殖孔は第四、胸節の覆面後端にある。魚類やカエル類などの宿主体表に吸着して、そこに傷をつけ、体液を吸う。時に体表を離れて遊泳する。数日間は餌を取らないでも生存するらしい。体はやや透明で滑らかなので、 宿主に寄生しているとき、鱗の一枚のようにも見える。そのため、数が少ない場合は見逃しやすい。大部分は炭水産で一部に海産種がある。産卵時には宿主を離れ、水中の石の表面などにゼラチン質で包まれた卵を付着させる。孵化した妖精は外見的には親に似ているが、より胸部と腹部が目立つ。はっきりと異なるのは、妖精初期の大事。 第2触覚が遊泳用に発達していること、第1触額が針状を呈することである。これをコペポニット用体といい、ややノープリウス妖精に近い体勢が見られる。この妖精は水面に出て、そこで宿主に出会うと体液を吸い始める。次に合皮すると第1、第2触覚と第1触額は短縮し、胸足が遊泳用に発達する。腸の別名に、 ウオジラミがあるが、この名は、カイアシ類の規制性のものにも使われているため、混同しやすい。外見上においても、カリグスカカイアシ類は、蝶と同様に、東京部が円盤型に広がるため、よく似た姿となる。ただし、カリグスカカイアシ類は、蝶ほどに安易に泳ぎ出さず、生体メスは、紐状の乱納を持つことから、区別できる。当客目にも、ウオノコバなど、 魚類に外部寄生するものがあり、これが魚ジらみを回りされる例もある。こちらは、肩の上では類似性がない。魚類の寄生虫であるから、養魚状等において大きな被害をもたらす場合がある。これによって引き起こされる症状を魚ジらみ症という。体表に血走しったような跡が出るのが普通である。体液を吸って魚を弱らせるだけでなく、傷口から、 水カビ類が侵入することがあり、水カビ病の引き金となる。日本では蝶が金魚や鯉などの有力な害虫として知られる。帰省の様子また、これらの魚の人為的な移動に伴って、この類もその分布を拡大している例があり、問題視されている。日本では蝶もどきはヨーロッパよりの移入種と考えられている。 様々な特徴から甲殻類であることは間違いないが、その内部での関係についてはよくわからないところが多い。かつては、貝足種類に含めたこともあるが、エラを開こうとして、他の類と分けるのが普通である。2000年代以降では、分子系統解析によって指示される、系統位置をはじめとして、貝虫類、ヒゲエビ類、下虫類とともに貧甲殻類を構成し、 その中でも下虫類に最も近煙とされ、共に魚やリエビ類に分類される。原生種は約100種、すべてを単一のメ長目にまとめる。三族ほどが認められ、すべてを単一のトガにまとめるか、二家に分ける。ありがとうございます。